お花屋さん、パイロット、嘘つきの弁護士、総理大臣。
しまうぞ。ふざけるな。どうしてオイラたちが夢の世界へ帰らなくちゃいけないんだ。わしらはいつまでもみんなと一緒にいたいんだ。それが叶わなかったら王が、そこには絶望という名の真っ暗な闇しかないのか。何もかも失い深い悲しみの底に沈むくらいなら最初から夢なんか見ない方が良いのだ。絶望という